ようこそ。じゃあまず敵のヘリとドッグファイトといこうか。まずね、ちょっと自軍あたりで待機して敵のヘリコプターの動き見た方がいいと思うんだよ、ね、あ、 B 直行ってるよ。 B 直行ってる。うん、オスプレイかあれ。 B 直してる仲間のヘリもいるんだけどさ、そいつらに攻撃していく、仕掛けてくるヘリもいるでしょきっと。あ、それを狙う。うん、それを狙う。ちょっと今周りを見てる。あの右側の方になんか謎のヘリいるんだよね。謎のヘリ、あ、戦闘機もいる。上昇だけしてる謎のヘリがいる。あれちょっとやりたいな。本当だ、撃ってる。ちょっとどこまで上がってくるのあのヘリ。動きがなんかすごいラグってる。でも練習中ないでしょ。練習中か。撃っていいよもう。うん、撃って撃って撃って。あ、オーバーヒートした。あ、ちょっと高度差が。やった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 。危ない。今もうヘリコプター完全に垂直だったけど。危な。でもこれもうやばくね、これ自動回復すんの、これすると思うけどな。はい、こんばんは。ちょっと大丈夫、あの出荷してないから大丈夫多分。あ、回復し始めた。ちょっと高度下げて、ね、待機しよう。ケーキがみんな警告を出している。治ってきた。オッケーオッケー。あの BF4 のヘリとかね、このヘリとはちょっと違うけど、うん、リトルバード、あの他に4人ぐらい乗れたんだけどさ、砲兵があのリペアツールを使ってずっと修理できるんだよね。だからあのマックス定員の状態だともう両サイドでリペアツールから火花が飛んでてさ、ミサイル撃たれは直してミサイル撃たれは直してをずっと繰り返してる戦闘が起こるんだよね。だけど本作はそういうのがないみたいだけど。リペアツール奴隷じゃん、もう。そうそうそう。さあ、ちょっとまたヘリを探すか。うん。なんか仲間のヘリあれ撃たれてね。撃たれてるね。わ、なんだあれ。ヘリめっちゃぐるぐる回ってる。あ？あれ、あ、捨てたかあれ。墜落したあれ。え、わかんねえ。どれのこと？どれのこと？待って、敵のヘリ2機来てる。左ターゲットしよう。左ミサイル1つ発射した。今フレア耐えてる。ちょっと待って、あの狙いにくい。当たんねえ。ちょっと待って、もうちょい動作されてるな。ちょっと待って、先輩落ちたわ。相手のナイスナイスナイス。息惜しい。もう1機いる、もう1機いる。もう1機、あ、いた。ミサイル撃った。はい、やったやったやった。落ちたじゃん、ナイス。ミサイルロックされてる。逃げます。高度下げます。痛い。あららら。ちょっと回復させるか。うん。あの我々拠点 A しか取れてないんだけど。それチケットも、うん、200ぐらい差ついてんな。あ、なんかヘリ近くにいるな、敵の。あれちょっと気づいた。もう一機いるね。なんかヘリのリスポン早くね。わかる。リトルバードの機銃すげえ暴れてるから。あれ、あのリトルバード大丈夫運転。リトルバード先にやるか。うん。フレア耐えてる。撃っていいよ。どれだ。ここ。あー、上取られた。わからない。あ、いた。やった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 。ミサイル直当て。ちょっと立て直したい。お、ヘリが、敵のヘリ、あ、輸送ヘリね、あれ。あ、い
いるね。いるけど結構敵陣の方だね。あ、当たりはするな。ちょっとじゃあ高度高めにして、あっかん、ロックされてる。あー、ピー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 。高度上げすぎるとミサイルロックされやすいんだよね。なんかエーポ敵多くね。あ、エーポちょっと支援した方がいいんじゃない。わかったわかった。当たってる当たってる当たってる。一人やった一人やった。S 屋上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 。あー、いた。やったやったやった。ナイス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 。頑張って味方の支援するから、もうちょっと拠点取って。A しかつ。C もと、ま、取れてるには取れてるけど心もとないわ。あー、いや、チケットもどんどん離れてんな。あお、なんだ、お敵のリトルバードっぽいのがビーポ付近にいるね。あ、なんか落ちていかなかった今。うん。あと、右側にもいる。ちょっとなんかヘリの挙動おかしいんだけど、ラグってんのかな。あ、鉄塔にぶつかったぞ、あのヘリ。もう一機飛んでる。見える？もう一機。ちょっと待って、ミサイルロックされてる。あー、当たる、危ない。あー、わかんねえ。回避した。危ない。あー、俺多分歩兵にミサイルロックされてるわ。行けかな。あ、低空飛行してるヘリコプターがいるね、敵の。低空飛行、あー、いるね。味方のヘリ狙ってる、あれ。撃って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 。オーバーヒートする。いやー、俺もミサイルロックされてる。危ない。ビル上からすごい狙われる、ね、そうだね。じゃあもう高度下げるしかないわ。あ、戦車、敵の戦車戦車戦車。壊した壊した壊した。 まだあるやん。ちょっとミサイル足りない。リロードして。ミサイル足りない。すごい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 。うるせえ。ピー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 。あれ、ビル上なんとかしたいね。ねえ、操車する。いや、まだ狙ってくんの。結構ヘイト勝ってるでしょこれ。そんな悪いことしたかな。だって一回も落ちてないもん。ヘリの仕事だからね。右に浮いてるヘリいいね、彼。右？ああ、いるね。もうちょっとこっち来い。機銃温存していいよ、まだ。距離あるわ、まだ。あ、はい。ちょ、カクカクしてる。カクカクしてる。ちょっとまだ射程ない。おお、なにかく。いいよ。いや、パクめちゃめちゃめちゃに。めちゃめちゃ撃ってくれ。今ミサイルロックもされてない、こっち。当たんねんだよな、これ。当てて。偏差がむずい。俺そもそもロケットだから、もっと近づかないと当てられない。次一機一つ当たってる。いけるかこれ。ナイスナイスナイス。ちょっとぶつかるって。あ、ぶら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 。あ、落ちた。相手落ちた。体当たりで破壊するやん。ちょっと、こんな敵陣にいるのはやばい。やばいな。まあ、なんとかなった。ヘリ近くにね、あれ、敵の。ヘリ。あ、いや、引いてったわ、ちょっと。俺らも一回引こう。あ、つうか、C が。あ、C、歩兵いるね。スポットしてくんねえかな。この辺だよね。うん。あ、ノーヒット。あ、1キル。ナイス。
もう適当に撃つしかないのよ、これ。何も見えん。ずっとヘリに乗ってるだけかも。あ、なんだあれ、ヘリか。ヘリ一機来てね、あれ、リトルバード、前方。ちょっと海の方面。多分気づいてない。ロックするね。あー、先にフレア焚いてくれちゃう。優しい。もう一発。やった。ナイス。最初のミサイルロックでひよってくれたらね、あの、フレア焚いて、先にフレア焚いてくれるともうミサイル2発とも当てれちゃうからね。度胸試しみたいなところも。度胸試し。あ、すごい。取られちゃったのか。え、次は支援するか。どこも取ってねえよ。仲間乗り物で頑張ってんぞ、こっちは。戦闘機フレア焚いてるな。マジ？あ、いた。あー、狙いねえ、そこ。あ、いける。発射。当たってる。うわ、戦闘機。いやー、でもヘリで戦闘機落とすのは難しいよ。無理。前作とかのヘリもうちょっと機動力あったんだけど、戦闘機と差別化させるせいなのか随分遅い気がする。で、右側にまたあれはリトルバードなのかな、あれはなんだろう。あー、オスプレイだ。オスプレイが不思議な挙動で飛んでいる。450m ぐらい、450m なのか知らないけど、そのぐらい近づかないとミサイルがロックできない、ね、結構短いのよ、ね、なんかすごい不思議な動きしてる。 480m だ。あ、発射。こいつは結構当てやすい。あー、オーバーヒートしちゃった。燃えてる。これ運転手降りたんじゃね。いや、降りてない、うん、ああ、やったです。C1、C2 が取れてるでしょ。ロックされてる。どこ、これヘリに終わ…戦闘機じゃね、これ危ない。ぽい。あ、戦闘機だ。撃ってきてみる。いてぇ。ちょっと退避。多分ここなんか友軍の乗り物も多いからロックしてくれるでしょ。これ戻ってくるか、こっち。え、てかすごい、これあの一人称視点にしないでエイムしたら、うん、エスコンっぽいな。エスコンっぽい視点が。俺もう一人称固定だから、マジですね、マジで。そっちの操縦にかかってる。運転手、何。あ、戦闘機来てるの。めっちゃ来てたやん。のんきしてた。下がります。この視点かっこいいけど結構リスキーな視点である、これ。ん。いや、あの戦闘機の挙動不思議すぎて、近づいてきてんのか近づいてきてないのかわかんないんだよ。何ね、なんなの、わかんない。来てるか、あれ来てんのかわかんない。あ、敵のリトルバード近い。どこ。フレア焚いた、フレア焚いた。あ、いた。やっと見えた。よし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 。落としてる。これはアサルトホライズンじゃん、もうエスコンの。アサルトホライズン。あの操縦視点としてはかなり難しい。なんか機銃でリズム感が出てね。暇なんだよ。俺は暇なんだ。じゃあちょっとアグレッシブに行く。ビーポでも行く。はい、ビーポ。ビーポの歩兵、あのちょっと低空で近づくね。ああ、奥側に行ってから。なんか戦車の中に入ってる。戦車。ピピピピ。いやー、当てられる。
対比結局 B に近づこうとしたらさ、乗り物がロックしてんのか知らないけど、歩兵がランチャーで狙ってくるんだよね。あ、 B タワーに近い。いやー、 B タワー行きたくね届かないな、こっからじゃミサイル。おー、すごいトンボみたいな動きしてる。すげえトンボみたいな動きしてるよだってオスプレイいるやん。ほんとだ、ロックされてる。戦闘機だわこれ、危ない。あー、ちょっとこれも歩兵からもロックされるかもしれんわ。地上歩兵なんとかしてくれビーポ戦闘機近いな。ちょ、動きやべ。敵のヘリ近い、敵のヘリ近い。オッケーオッケー。ダーク。うわ、ちょっとすげえ旋回するな、あのヘリ。当てて、よし、ナイス。ナイス。ロックされてる。あ、やばい。いや、兵士なのよ。取れんな。乗り物でいいだけ遊んでたから、もう拠点ボロボロよ。仲間がヘリ乗ってたから、これでとりあえず C っぽまで届けてもらおう。これ D2 ちょっとやばそうだから、いるわ。とりあえず乗り物に関しては、操作感はとってもいいから、瞬間移動してるバグを直してくんないと厳しい。で、ヨットラムグか、追加努力でフンエボリス君も来てほしいな。フン DLC あるんかね。あるか。あどうなんだろうね。おすごい。あれ C2 思いのほか楽に取れそうだぞ。ねえ。なんだっけな、あのリメイクマップ、移植マップ、どっちかは知らないけど、カスピアンボーダーっていう過去作の人気マップが移植される予定があるんだけどね。早くそこのマップで遊びたい。お、何、紙マップなの。紙マップだね。BFE マップ多いから。もしかしたらオペレーションメトロとかも移植されるかもしんないけど。オペレーションメトロって名前じゃないか。メトロって名前だったか。メトロっていうね、BF3 に登場したとてつもないマップがあるんだよね。とてつもないマップ。あの、地下、その名の通り、地下鉄のマップなんだけど、出入り攻撃するためのその突破口がね、入り口2、3箇所、2箇所ぐらいだったかな、2箇所ぐらいしかなくて、そこが激戦区になるっていうマップもうやばい、もうやばいよ。もうあのバランスとかそういうの何も考えてないマップごちゃごちゃ戦闘。いいとこにいる。タワー上。ここから LMG で当てれない。あー。ほら、ヘリコプターで遊んでいた結果もうダブルスコアどころじゃないよ。600差。